こうしてこう入るね。はい。それでここをこう入れて、これからこう。こういう感じがずっと続くの。だからレールを走らせるみたいな。そう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 。そういうこと。これ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 。はい。だからみんなねカンカンやると思ったね。剣術でもなんで。格闘技。違う。こう。ずるなんですよ。こうなんですよ。ずるなんですよ。こういうのなんですよ。こういう。こう入ったらこっちからこうしてこう。はい。でこのままこう崩して。そうですね。そうですね。それから料理する。これが勝ってるってことね。はい。そこに行かないと。勝ってる状態。今抜け止めました、ね、僕が支えだからもう一回やってもらっていいですか。だから下に行った方が勝つ。下に行った方が、下に行った方が僕が下に入っただけです。支えた方が勝つから。え、僕が支えてませんでした。僕支えたなんですけど、その下を支えればいいだけです。いただきます。はい。こうなってこうなるとこう下から支えるだからコンセプトさえ分かってればあなたいいんですよ。でも普通の人はできませんよ、ね、普通の人はできない。そうですよね。僕だからこういうことができましたよって言ったので、はい、普通はもうあそこまでいったら普通は、うん、いややってみよう。普通はそうです。これでもう崩されてる。で僕の場合はこれを支えちゃうからよりかかってたじゃんって寄りかかってても、ちょっと危ないかもしれない。寄りかかってても僕が、はい、だけどこう支えることができるんですよ。たとえ押しつぶされてこうなってしてもグッと押してこうなってても支えることはいくらでもできない。これ支えても上に行っても支えてもこっちに釣り上げても分かります。分かります。分かります。こういうそれがどの局面でもできる。これはどうしてできるかというと、力使わないから力まないから。これがもしギンギンだったら支えられないし、ふにゅふにゅだからどっかこう支えるところに入るふにゅふにゅだから、だから脱力があった方がエスケープ力が高くなる。だから腕にしがみついても一緒。腕にしがぐーっとしがみついてもこれも一緒。まず肘でもコントロールできるんだけど、ここに当てて抱きついたら一つの塊なんだよ。あとイメージするだけ。これ肘だからもちろん肘でもいけるんですよ、はい、だけど肘でつながってこれ当ててこう当ててでバウンドしてるのがお腹に来て、バウンドしてお腹に来たらこっちでマストップにして、それをしっかり抜いて、それをこうやって当てる。当てたら帰ってくるんです。帰ってきた力をここにやるからこれが離れないで、こう。これを手だけにやると途端に。違うでしょ。当てて帰ってきたお腹の力を使ってバウンドしていく。逃げかけがバウンドしてる。これだけでいい。ちょっとした感じ。これでこう繋がってそっち行ってこっちも。ありがとうございます。こういう風にいろんな波動がもあるんです。ここまでいくとちょっとオカルトっぽくなるからあれだけど、本当は一緒なんですよ。意識状態に細胞が組み合わさってそこに筋肉の働きとか、それがバウンドしてる。だから